地元の皆様に多大なるご協力そしてご支援をいただきまして、皆様からたくさんの皆様から愛称歌として慕われる一曲となりました。そしてこの度は、この記念碑の設置ということで本当にたくさんの皆様地元の皆様からの、たくさんのご尽力をいただきましてこの度こういった記念碑を設置させていただくことになりました。本当に感謝を申し上げます。そして今日はたくさんの皆様とそして、踊りの内川町岩戸を中心にご活躍をいただいている若世代の皆様にもご協力をいただいております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。そして、申し遅れましたが、私は本日司会進行させていただきますサンテレビの歌謡音楽隊そしてエンターティーブドットコムのアシスタントを務めさせていただいております梅村愛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では今日は地元の皆様を代表いたしまして、まずご挨拶を頂戴したいと思います。岩戸自治会長総務の福井幸平さんです。心配しておりましたね。天気も通りが雨も降らずに、朝から式典なり、また工事が終わりまして、今から再建を行うことになりました。岩戸住民を代表しましてもこの世界の里間の会議ができましたことを大変心から嬉しくまた喜ばしいことだと思っております。またあざとのに、のきに残っていくことなんで、また皆さんも、ね、次々とまた世界の里を伝えていっていただけたらなと、こういうふうに思っております。また、この後、本人の歌で、世界の里の踊りを、若瀬会の柳瀬お師匠さんをもとに、お嬢様5人と6人で、踊られますんで、最後までよろしくお願いいたしまして、簡単ですが挨拶にいたします。ありがとうございました。福井様ありがとうございました。では岩本康さんをご紹介させていただく前にですね、岩本在住の柳瀬隆吉さんよりプロフィールそして岩本康さんの生い立ちをご紹介していただきたいと思います。皆様歌手岩本康さんの故郷への思いというプロフィールをお持ちいらっしゃいますでしょうか。はい、こちらご覧いただきましてご紹介させていただきたいと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。あとはよろしいようですので3分15秒で簡単に説明させてもらいます。お手元のプリント見て、ね、いただいたら分かるように昭和19年の3月19日、18年と同期ですのでね、同級生今日特別に1人ぜひとも来てくれって来てもらっております。どうぞ。ひろっちゃん同級生でございます。山本さんね懐かしいでしょ。はい、まあ、お生まれになったのはね神戸なんですけども現住所はこの通りです。それから自然関係ね、ファミリーヒストリーにね NHK から招待されてくるんじゃないかと思いますけどもそれはまだ聞いておりませんけどもね、岩戸の中でのいとこさんがたくさんおられましてね、岩本さんあるいは福井さんここらがいとこになって、かなりおってやな20年ぐらいおってね、いとこ会をね、時々やろうというね、はい、懐かしいでしょうね。そのいとこの中に歌の好きな人がたくさんおられますね。まあ、よき、ゆきちゃんやとかね、そのほか、そういう関係の中で、やっぱり歌に関する関心が深まったんじゃないかなと思います。お父さんは若い自分、67歳でお亡くなりになっています。だから、子供の頃の思い出としてはね、ダンダをして、まあ誰でもそうやったけどね、どれ、どうか行け、バケツ持てってね、立たされたという経験が、記憶にあるようです。で、チャンバラごっこしたりして遊んだのが懐かしいと言われております。その後、小学校、中学校は比較的おとなしい生活で目立たない
状態だったろうそうですね。はい、だから、山それこそ遊び場でもあるし、また何かの山菜なんか取るところでもあったわけですよね。でお父さんが神戸から珍しいものをね送ってくれてのも、それが楽しみだったということなんです。お母さんはその代わりスリッパ工事や工場やったり、マルサン工業やったかどうかちょっと定かでないんやけどもね、月給が200円だったということですね。はい、それから中学校2年生になると同時に神戸の方へ移られております。家族揃ってで吹屋区の方へ出てきて、だから、まあ夏になるとね、あの夏休みあっちやこっちで遊んだということは非常にあの懐かしく思うと涙が出るほど嬉しいことがあったということですね。岩戸で過ごした少年時代、それから学校を卒業してから建設会社に就職されて、そこで、いろいろとやっていたんですが、そのうち独立して、ね、自分で建設会社を進められた。それがまた良かったんだと思いますね。その後しかし神戸淡路大震災、17年のねあの時にもう建てた家がみんな潰れてしまって、もうパターン中あとどないしようかって試案されたそうですよね。しかしその後少しずつこの建て売り住宅も順調に進んで、需要が伸びて、その後反対に忙しい思いをした。それであっちはこっちでマンションやアパートを建てたり、これからもよろしくね、僕が死ぬまで、もう 今もね、腰が痛くて痛くて、ね、もう僕76歳になってます、昭和19年前に ね、まあ、ちょっと頑張りますのでね、いついつまでも一つ可愛がってください、よろしくお願いします、ありがとうございます。それからね、あの若世界の皆さんにね、世界の里を踊っていただきますからね、しっかり見てください、本当にありがとうございます、今後ともよろしくお願いします。